海運音楽堂は TBS テレビにて2003年4月12日から放送されている早朝の音楽番組。現在の司会進行は MC が TBS アナウンサーのキーレ智もミュージックプロゼンターは2018年7月より藤井玲奈が担当。放送時間は毎週土曜日午前4時15分4時45分。放送開始当初は午前5時5時25分。 2006年4月より4時45分5時10分、2009年4月より4時50分5時15分、2010年7月には5分、延長し4時30分マイナス5、00、2016年4月より現在の時間となった。J-POP、演歌、歌謡曲の PV の紹介に加え、ゲストトークや企画コーナー、新作連続ドラマ紹介などを交えた内容となっている。 地上波キー局で演歌、歌謡曲の PV を見ることができる数少ない番組の一つで、紹介曲の歌手の多くからビデオコメントが寄せられる。文字多重放送にも対応しているため、歌詞を見ながらの PV 視聴が可能。長い間、ロケ企画などを除き、東京、赤坂の TBS 内にあると思われる背景が、ガラス張りのサテライトスタジオらしき場所から放送されていた。 2007年6月2日の放送文でスタジオがリニューアルする以前はたまに後ろに通行人が通ったり猫が横切ることがあった。リニューアル後も背景に隣の建物が見切れていたがその後ポスター等で隠されることが多くなった。2019年8月3日放送文からは東京都千代田区有楽町にある KF ミュージックギャラリーに移転。 2020年春に新型コロナウイルス感染拡大、夜、緊急事態宣言が発出されナレーション進行となった以降は、スタジオ収録再開後も、場所をたびたび変更しながら放送している。2008年4月5日の放送で、ハイビジョン制作になったと発表されたが、それ以前も、地上デジタル放送で視聴すると16、9ワイド画面になっていた。 生放送ではなく録画放送。放送開始当初は、小野綾子、舞といった歌手が、司会進行をしていたが、半年後に突如として、TBS アナウンサー駒田健吾とミスマガジン2003のグランプリ岩佐真由子のコンビが登場し、以後は、アナウンサーと歴代のミスマガジングランプリの二人による、進行というスタイルが定着した。アシスタントは、 2003年から2013年の9年8ヶ月間、歴代ミスマガジンのグランプリが担当していた。コマダイワサの登場以来、スタジオ進行部分で画面下部に表示される CG 画像など番組全体的にオレンジを基調としていたが、桜場七海の登場時からグリーンを基調としたものに変更された。さらに、杉山河内の台からは企画によって、 貴重職が変更されることがある。2020年2月6日の放送から、アシスタントの故障が、ミュージックプロゼンターに変更されることが、公式ツイッターより発表された。アシスタントの故障は、第13代で終了となった。先取りに関しては、自信があり、いつも数年先を見ている。今後ブレイク必至の人材を紹介するのがコンセプト、だから、開運。実際、 番組で取り上げられてから数年後にメジャーデビューするケースがあり、スキマスイッチ、大塚愛、グリーン、秋元純子、加藤ミリアなど多数のアーティストをブレイク以前に PV 紹介している。特に秋元純子はほとんど知名度がなかった2007年2月に取り上げていた。しかしすでにメジャーなアーティストの紹介も多く、 すべてがこのコンセプトに基づいて選曲されているわけではない。特に演歌、歌謡曲のコーナーは、ほとんどがメジャー歌手である。また、グランプリ獲得間もないミスマガジンを起用していたのも、このコンセプトの一環。2019年12月21日の放送では、キーレアナウンサーが、ネームバリューではなく、可能性にかけるのが、開運音楽堂とも発言している。 番組冒頭でアシスタントによる音楽を聴けば幸運が訪れる開運音楽堂というセリフが必ず入る。このコピーは当初音楽を聴けばあなたに幸運が訪れる開運音楽堂だったが途中からあなたにが削除された。アシスタントが代替わりすると最初はこのセリフがたどたどしいが放送回数を重ねるにつれてスイスイ喋るようになる。 エンディングは、土曜の朝は、開運音楽堂でお楽しみくださいと、アシスタントが言った後、続けて、司会進行が、エンディングテーマ曲を紹介するのが定番。番組ヒロインの名称。初代、川内美里。第2代、あがつまみずき。第3代、藤井玲奈。北の木出演時から番組中にアニメキャラが、登場するようになった。 これらのキャラクターを使用した番組グッズとして、ステッカーが制作され、キーちゃん、ステッカーは、北野のオフィシャルブログにて希望者にプレゼント。倉科さんとシカちゃんステッカーは、ミスマガジン DVD 発売記念イベントに参加者に、全員配布。桜葉は、講談社のミスマガサイトにて、サイン入りでプレゼント。小林の台では缶バッジになり、講談社のミスマガサイトにて、 サイン入りでプレゼントされた。新川の台からは番組のオープニングに流れるタイトルバックがキャラクターを使用した本格的なアニメーションになった。なお、北の出演前、岩佐から小坂由かの台まではアフロヘアの男のキャラクターが登場していたこともあった。特定の PV が毎回繰り返し放送されるコーナー。ほぼ1ヶ月で選曲が変わる。 一回の放送で二曲放送される。スタジオにゲストを迎えてのトークコーナー。アシスタントがゲストの第一印象を語るファーストインプレッションが行われる場合があった。江藤が2019年3月まで所属していた乃木坂46が新曲を発表した際には番組全体が乃木会と呼ばれる特別仕様となる。乃木会では 複数週にまたがり乃木坂46のメンバーが登場する。これに伴い海運トークも複数の楽曲紹介を交えつつ複数週、連続して放送される。乃木坂46の CD デビュー曲ぐるぐるカーテンから欠かさず行われていて、江藤が乃木坂46を卒業した後も継続されている。なお、江藤が乃木坂46に所属していた当時は、 野木会のタイミングでたびたびスタジオに帰ってきたり、アシスタント席広報のポスターが、江藤アシスタント時代と同じ野木坂46のポスターが掲示されたりしたほか、江藤自らアシスタントに復帰することもあった。野村賢治による音楽を安全に楽しむためのアドバイス。セーフリスニングを推進する須山慶太が登場することも。野村賢治によるオーディオ製品紹介コーナー。 海外取材 VTR が放送される場合もある。アニソン、声優アーティストの曲から、新曲の予感がする曲を取り上げる。モーラの、新曲ハンターこと横倉亮が選曲を担当。名曲ナビゲーター、黒沢拓が、今改めて聞きたい名曲を紹介する。いつもの放送内容から変更し、以下のようなスペシャル企画を放送したことがある。 担当名はいずれも出演当時区切りの回ではなく、その次の回に記念ゲストを呼ぶのが恒例化している。番組主催により行われたイベントは、下記の通り会運音楽堂プレゼンツとして2010年1月29日に、小岩のライブシアターウォルフェウスで行われた番組初のスピンオフイベント。佐竹坂井のほか、シークレットゲストとして、進化は UI が登場した。 放送や配信などが一切行われなかったため、詳しい内容は参加者以外はわからない。なお、その後の放送で、この時集めたアンケート結果に基づいて、ゲストのキャスティングをしていると語っている。また、このイベントで初めて使われた、うーちゃんマンの差し棒が、その後の放送でよく使われるようになった。サブタイトルが、玉木ティナは何をしても本当に可愛いか、検討会。 2013年7月23日、講談社の一室に観覧者を集め、公開収録の形で、同コーナーの出演者である玉木ティナと菊池智義にゲストとして大場春を加え、トークショーとして開催された。同年8月3日に、コーナーの第3回目として放送された。和菓子の国の大福マン、大福マンが主人公のショートアニメ。 2014年10月4日開始。杉山に代わり、MC を川内が担当する企画。その際のアシスタントはゲストが担当する。2016年10月22日の川内、三里番組卒業に伴い自然消滅。2019年9月1日の放送で、リバイバル企画として1回限りの復活。ゲストアシスタント一覧2014年5月17日。 放送開始。それまで放送されていた、佐竹坂井の開運特報を加藤が引き継いだコーナー。番組内の他で紹介しきれない音楽情報や加藤本人の話題、河内の話題などを紹介する。この時、杉山と河内の二人はコメンテーターのようなポジションになる。画面の配色が全体的に加藤のイメージカラーであるオレンジ色になった他は内容。 進行ともにほとんど、佐竹時代と変わりないが、タイトルムービーで登場するキャラクターが、佐竹デザインの、ウーちゃんマンではなく、加藤デザインの、ベリースくんに変更された。2015年6月13日の加藤一芸番組卒業に伴い自然消滅。江藤美祭が女子力向上をテーマに、様々な料理に挑戦するコーナー。映像が自分取りで行われており、 プライベート感が強い。2012年10月20日放送開始。2013年7月13日で歴代アシスタントが担当したコーナーとしては最多回数となる10回目に突入した。2013年12月14日に全15回でコーナー終了。2014年1月4日の2014明けましておめでとう SP の中で川内が コーナー初回の特製納豆うどんと第9回の超簡単カップケーキを再現して試食したミサトンのミサポンの小料理46再現試食会が放送された放送履歴自称番組プロデューサー佐竹坂樹がプロデューサーだけに番組で紹介しきれない情報を持っているのでそれをちょいちょい紹介するというコーナー音楽情報映画情報の他にミスマダ人関連の リリースイベント情報などを佐竹が紹介していく。この時、本来の司会とアシスタントの二人はコメンテーターのようなポジションになる。このコーナーの司会となったことで、佐竹は完全に番組にレギュラーとして定着した。キャッチコピーは、やる気、元気、佐竹坂行き。2010年9月18日放送開始。2012年にアスキーメディアワークスから発売された。 書籍、Mac で、PC オーディオ入門によると、佐竹自らが立候補して、司会になったとのこと。2014年5月3日の佐竹の番組旅立ちに、伴い自然消滅。ミス ID2013 グランプリの玉木ティナ、ポテト少年団の菊池智義の二人による、ミス ID の魅力を伝えるためのコーナー。2013年5月18日放送開始。 2013年10月19日をもって、全5回で終了。様々な音楽を紹介している番組だからこそ、作り手や歌い手の思いが詰まった音楽をいい音で、楽しんでもらいたいがため、オーディオ機器について紹介していくコーナー。キャッチコピーは、知的、素敵、佐竹坂行き。2012年10月27日放送開始。内容は、Mac で、 pc オーディオ入門と連動していた。全6回で終了へと尾祭が出されたお題を何も見ないで絵に描いてみるコーナー。最初は、監視にちなんで、立つなどのお題だったが4回目から変更になり、年俸100億ユーロ、21世紀のバレーボール界の神様を描いてく、くださいなどと空想の設定がお題となり大切り風のコーナーとなった。エトーの 第9代アシスタント卒業に伴い、全7回で終了。放送履歴、新川友愛が作ってきた、創作物に名前を付ける。赤尾疑惑、芸術性あふれる,るコーナー。新川の番組卒業に伴い、全9回で終了。タイトルロゴが書道4段の新川の筆によるものだった。全9回で終了。佐竹登場初期のコーナー企画。佐竹が、 企画ネタにチャレンジし、その VTR を見たスタジオの小林が2回目、継続か打ち切りかをその場で決定するというもの。決定権は小林が握っているが、佐竹は2009年9月に秋葉原で行われた DVD 発売記念イベントの際、小林が欠席していたためグランプリ代行を名乗り、小林の DVD の見どころを語ったことを引き合いに、このコーナーではグランプリ代行をネタにして、 スタジオの小林に対し、いつでも代行するとその座を脅かす発言をしていた。このシリーズは2010年9月4日の放送まで続いた。放送履歴小林さりが身の回りで気になったものを写真で撮影して発表するコーナー。小林の番組卒業に伴い、全球回で終了。カラオケが好きな第5代アシスタントの鹿会が、プロの歌手のアドバイスを聞きながら、演歌。 歌謡曲を実際にカラオケで歌ってみるというコーナー。鹿屋が自ら企画し、タイトルも自ら命名。なお読みは鹿ソングではなく、鹿ソング言うと語尾を伸ばす。撮影は歌広場の赤坂駅前店が協力していた。鹿屋の番組卒業に伴い終了。放送履歴2011年7月の地上波アナログ、放送終了を前に行われた。 地デジ以降に関する案内コーナー。毎回違った地デジ担当が登場して案内。西田愛がアーティストの私服を紹介するコーナー。放送履歴2006年10月、それまで放送されていたコーナー、東京ライブハウスからリニューアルする形で新たにスタートした。シンガーソングライターのミに藤あ彩子がリポーターとしてライブハウスを訪れ店長に、 インタビューするなどして紹介する。駒田曰く気まぐれに放送するとのことで、ほぼ月1で放送されていた。右藤はバージンベリーというユニットでメジャーデビューしていたが、現在はソロでライブハウスを中心に活動中。テレビのリポートは初めてだった。2007年4月7日にはスタジオにも姿を見せ、自身の楽曲を紹介。 2008年4月12日にもスタジオに登場し、シカヤと大喜利で対戦の上に敗れ、仕方がにゃ、石形に、弥生というオリジナル楽曲を制作する羽目になるなど、コーナー以外でも活躍した。2010年11月6日放送をもって終了。放送履歴アーティストからのコメントがメインのコーナー。PV が短く流れる場合もある。 このコーナーの詳しいコンセプトなどについては現在までにスタジオ出演者や番組から何の説明もされていない。放送履歴2008年11月にスタート。シンガーソングライターのかよこが毎回オリジナルサウンドトラック CD を1枚取り上げ、1曲ピックアップして実際に演奏するコーナー。2009年3月に終了。コマダーナ 小坂時代の2005年7月にロケを行った箱根、サンテグジュペリ製の王子様ミュージアム夏、恒例ロケ企画というのがあった。このうち、星の王子様ミュージアムは、この番組を制作している TBS トライメディアが、同所の運営にも携わっている。2014年1月18日開始。江藤が自撮りのビデオで近況を伝えるという内容。 乃木坂46の名称の由来、SME 乃木坂ビルの最寄り駅である、東京メトロ千代田線の木坂駅の一つとなりの駅が、TBS 最寄り駅の赤坂駅であることからこのタイトルが名付けられたコーナー。下リストのように、江藤以外の数々の乃木坂46メンバーが登場しているが、江藤の放送での発言によると、撮影直前にメンバーを選んでオファーしているとのこと。 2019年3月30日、江藤尾祭の乃木坂46卒業をもって、本コーナーの最終回が放送された。コーナー内に登場した、乃木坂46メンバーミスマガジン2005、グランプリで、当番組の3代目アシスタントを務めた北の木2003年から2012年に、ミスマガジンが休止となるまで、この番組とミスマガジンとの結びつきは強く、アシスタントは、 歴代のグランプリ受賞者が担当していた。番組内ではたびたび、ミスマガジン関連の DVD イベント、写真集の紹介が行われ、逆に放送時間の変動やコスプレ放送、ミスマガジンの代替わりなどがある場合、講談社が運営しているミスマガジンの公式サイトで告知されていた。クラシナの代から13ヶ月間出演するようになり、 最後の一月は時代のアシスタントとダブルキャストで放送された。10月の放送は前年とその年のミスマガジングランプリ二人の共演が楽しめた。2010年11月27日の放送にゲストとして2001グランプリの加藤美桜が出演したためグランプリ受賞者でこの番組に出演していないのは2002グランプリの和木さやだけとなっていた。 その後2018年からミスマガジンが復活開催しているが、現時点でグランプリ多各賞受賞者の当番組出演実績はない。ミスマガジンではグランプリ以外にも週刊少年マガジン賞やヤングマガジン賞など各賞の受賞者がいたが、ゲストかビデオコメントでほんの数回出演する程度にしか扱われなかった。しかし2009年の読者特別賞、 佐竹坂井だけは唯一これに当てはまらない。桜場番組卒業の会にスタッフの一員として登場。アシスタントが小林去りの代になり、看板コーナーを持ったものの、同期の小林がグランプリで、佐竹は読者特別賞ということもあり、小林よりは格下のポジションだった。アシスタントが新川に変わると、年齢も上でミスマガジンでも先輩。 さらには自称番組プロデューサーという肩書きを得たこともあって独自のポジションを確立。歴代グランプリをはるかに超える2009年11月14日から2014年5月3日という長期間のレギュラー出演となった。2010年12月11日の放送で女性出演者で初の14ヶ月連続出演記録を達成したと発表された。 その後も2011年7月まで伸びていたが、続く8月に出演しなかったため記録は途絶えた。2014年5月3日の放送で、旅立つという表現で番組を去った。番組登場当初からスタッフを兼ねていることが、ブログやイベントで告白されている。事実、自身の出番ではない時も、声だけが聞こえていたり、手だけ見切れていたり、 フリップを私に急にはっきり見切れたりしている。赤帯から話を振られ、画面の外から会話に参加することも少なくない。予告なく全く登場しない回もあり、スタッフとしての登場パターンはランダム。スタッフとして登場した場合は、エンディングのスタッフロールに他のスタッフに混じって名前が表記される。自称番組プロデューサーという肩書きがついてからは、 この番組に出演したい人は私に電話してくださいね、などとプロデューサーを意識した発言が目立つようになり、やがては略して番、P と呼ばれるようになった。2011年3月5日の放送では1年半ぶりにスタジオに出演した桜場からも、なかなか呼ばれないんですもん番、P さんにと言われている。番組からの重要な発表は佐竹が行うことが多く、 2012年7月7日の放送では、2012年のミスマガジンがリニューアルのために、お休みであるという重大発表も佐竹が行っている。佐竹は、コーナー司会やスタッフとして、以外にも2010年10月2日の放送では、小林と二人組司会として登場したり、同10月23日の小林初ドライブロケでは、カメラマン、世界バレー関連の食べ物リポートでは、 リポーターとして登場するなどして、自由なポジションで活躍している。2011年7月9日放送の特別企画、ミスマガジン2011お披露目イベント直前に SP では、本来司会の赤木が番組を休んだため、司会席に座って、小声で、乗っ取ったぜと呟いた。なお、そのミスマガジン2011お披露目イベントでは、会場の東京ジョイポリスで、 マスコミの一員としてカメラを構え取材する姿が目撃されている。2013年3月22日、佐竹が講談社主催のミス ID2014 の選考委員に就任することが発表された。ミス ID のウェブサイトの肩書きは 9TBS 開運音楽堂版 P と表記されている。また、その選考結果として、 ミス ID2014 佐竹坂希賞を受賞した川内が番組の第11代アシスタントに起用された。2013年3月23日の放送で佐竹坂井のミス ID2014 選考委員への就任発表と同時に番組もミスマガジンからミス ID へとシフトすることが発表された。さらに、 その活動が同年5月から開始することも発言されたが、発言の通り2013年5月18日の放送から、ミス ID2013 のグランプリである玉木ティナと菊池智義の二人が出演する新コーナー、ドキドキ、開運音楽堂がスタートした。同コーナーは同年10月19日に終了することになるが、終了前の同年10月5日の放送から、 ミス i d 二千十四佐竹栄希少の川内がアシスタント研究生としてスタジオに登場した。ミス i d 二千十五では加藤が選考委員になったほか特に関連はなく、ミス i d 二千十六以降は当番組への受賞者、出演実績がない。ミス i d 二千十四でアマテラス特別賞を受賞後、二千十三年十二月の放送から何の予告も紹介もなく、 スタジオに登場した。徐々に出演時間が伸びて正体が明かされていき、2014年2月から3月にかけては不在だった、佐竹の穴を埋め、4月には川内が初代となっている、ミスツコ用の管理委員に就任したこともあって、レギュラー出演者の一人となった。続く5月3日には佐竹が番組を去ったため、佐竹担当コーナーだった、海運特報の進行役ほか、 佐竹が気づいた番組内のポジションを引き継いだ。川内が岩佐から江藤へと繋がってきたミスマガジングランプリを由来とするラインの後継者である。一方、加藤は佐竹に由来する特別小ラインの後継者。2015年6月13日の放送で番組を卒業した。番組卒業は進化は愛以来との説明があった。これまでの制作会社では、ペック、 TBS トライメディアジョブ X だった。2017年8月5日及び2019年10月5日が該当。2010年10月2日が該当。その後、アニメサタデー630放送などに伴う再編で2017年と2018年は、フジテレビ2019年以降は、テレビ東京にプロゴルフ選手権の地上波放映権が移行されている。 2012年7月18日に発売された映画形音 BD および DVD の初回限定版に収録された映像特典版では絵等の映るシーンがすべてカットされ一部形音の BGM も差し替えられている。ただしミスマガジン2019で読者特別賞を受賞したピーピルが2017年4月15日放送にゲスト出演したことがある。 ありがとうございます。